ダリッチ・カレッジの最も古い校舎。ダリッチ・カレッジ、またはダリッチ校は、イギリス・ロンドン南東郊外にあるパブリックスクール。エリザベス1世紀に成功した俳優、エドワード・アレンが1619年に創立した男子校で、当初は12人の貧しい生徒を教育するという事業であった。現在のところ1450人の生徒が在籍しており、 イギリス最大のパブリックスクールとなっている。非常に成功した俳優であり、ダリッジに広大な土地を所有していたエドワード・アレンは、事前と教育のための施設を設立することを決断した。当初は12人の貧しい生徒を教育することを目的としたものであり、1619年6月21日に設立された。教師は必ず見込んでなければならず、 アレンと地のつながりがあることと規定されていた。1869年、ダリッジ・カレッジの新校舎が建設された。新しい校舎は、パラディオ様式とゴジック様式の赤レンガとテラコッタを用いて、チャールズ・バリーの息子によって建設された。同時に、新しい校長のカーバーによって、学校改革が行われ、校長はアレンの地を継ぐ者、または、側近者ではなくなった。 また学校は A クラスは新しい場所、B クラスは村に残るという形で二つに分けられた。村はアレンの学校となり、現在もダリッチ村の両サイドに存在している。第二次世界大戦中、ダリッチカレッジはスノーディアのベトースアコーエドに疎開した。記念樹が植えられ、現在も村に残っている。私立学校として運用資金を調達していたが、 20世紀中頃には相当額の公費が投入されるようになっていた。受け入れ児童数に応じた補助が学校に支払われる補助学籍制度から資金を得ていたが、この制度は1997年に廃止された。アレン学校とジェームズ・アレンジョ学校は同じ財団に所属しており、またプーケット、上海、北京にも学校を設立している。すべてのフランチャイズ校は、 ロンドン校に習って赤レンガで作られていたが、幾分モダンな建築も取り入れている。近年、プーケット校はカリキュラムに関して意見が合わず、フランチャイズ契約を解除した。現在は、プーケットブリテン国際学院として知られている。2000年には、高南高等学校と姉妹提携をした。1871年に、カミーユ・ピサロがカレッジの絵を描いている。 ロンドンに近く、のどかな田舎に立つ、印象的な建築物であるため、ドキュメンタリー、ドラマ、テレビ CM、映画、写真の被写体として人気がある。学校による収益事業、ダリッジカレッジエンタープライズとして、撮影誘致が行われている。映画、トゥームレーダーや、キューティブロンドのセットとしても使われた。ありがとうございます。